聞いてたがいるよ。聞いてました。何か企んでるんですか。虹番探し出して高速の最優先の本部に要請する。あの用務員のおっちゃんがってことか。ね。そうだね。まあ、本所にいることは確定してるんだろうな、でも。あ、なんか音楽が。なんか壮大な、ラジオの BGM みたいなのが流れてきた。その後、この晩のうちに合計で3人の変死体が発生されたことが報道された。秘匿情報として公開されなかったが、本所連続開始事件として世を騒がせることとなった。荒野正人。堤の要請によるねじま文一家の大規模捜査網が敷かれ、無作為な捜索で何も見つけられず、呪われた夜は明けるのだった。おお、日暮れまであと12時間。え、あ、これは続くんだ。続くね。いや、夜が明けてしまった。あ、増えた増えた。やっこちゃん、起きたわ。朝まで生き残りましたよ。よかった。ね。やっこちゃん死ななくて。ね、やっこちゃん、やっこちゃん寝て起きたんだ。ね。普通に起きてきた、ね。普通に起きてきたよ。さあ、どうするか。まあ、まずはこれだろうな。まあ、続き気になるよね。夜明けまで頑張ったけどダメでしたっていうので、今日の夕暮れまでが勝負って感じか。やっこちゃんがバカ林をスピーカーで流すのが最強だと思うんだけど。ね、ね。お、うん、あんたそうするとさ、やろうとしてるのねじまと一緒じゃん。みんな死んじゃうじゃん。でもねじまも死ぬから、助かる人もいるよ。え、いや、あのさ。な？大体死ぬでしょ。仕方ない。みんな死ぬよ、多分これ。仕方ない。大事な人には耳栓配るしかない。ああ、なるほどね。聞かないでくださいって。そうそう。しょうがない。お嬢さん。ねじまを倒すためだ。お嬢さん、なんか、あれだね、もう、政治家みたいな。もう、大のために賞を切り捨てるという、この、うん、ね。やっこちゃんにはそれができる。まあそれは置いといて、お、置いといて、置いといて、置いといて。ちゃんと探しとるで。何これ。アフロだったね。何鳥これ。アフロ鳥。キグダ、ナスミ。白鳥だね、白鳥。ギュー。スケバンっぽいデザインですね。考えよう。いやー、面倒なことになったなー。多いぞ、確認すること。てか、だいぶ不自然なのが、うん、娘のことをあれから一言も喋ってないのどうなんだ。そうだね。で、娘ってもしかしていないんじゃないの？わからん。イマジナリー娘ではなくて。まあ、それはないと思うけど。そっか。イマジナリー娘って何？だから自分の妄想の中だけ。妄想の中でいいの？そうそうそう。あ、今日はハイハイしてたなとか思いながら。今日はハイハイなんだ。ね、気づいたらもう16年かっていう。18年か。18年？イマジナリーで？そうそう、もう。18年イマジナリーし続けたのすごくない？やばいよ。多分ね、グレッ。お父さん臭いとか言われるイマジナリーもしてるんですよね、当然。そうそうそう。臭いんだよ、みたいな。洗濯も一緒に回す、洗濯機して回すんじゃねえよ、みたいな。っていう思春期も乗り越えた。乗り越えたの、イマジナリーで。そう、イマジナリーで。で、最近結婚して、お父さんありがとうって言って。なんかイマジナリーウェディング。彼氏を紹介しに来るイマジナリー娘みたいな人の。こちらが、彼氏のエリオさんでって言って、お前かいって言って。
多いな。開始事件から聞こうか。3件。おきえくんの誰だ？おきえくん、ばーでした。はい。窒息死、溺死です。そうだね。おいでけうんうん、雑居ビルの女性の遺体が発見。これあれじゃない？あ、先生じゃない？違う、これ沖江くんがやった人じゃない？やっぱりこれ。あ、あの暗闇でやったやつ。そう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 。あ、ちょっと違うの。林タワコ29歳独身。死因はこれもあれじゃない？ゴボゴボ。違う、全身挫滅。違うわ。じゃああれ、これあれじゃね、大学生のやつ、足洗いじゃない。ゆうたろくんの再婚たましたって言ってたじゃん。あー、ゆうたろくんがやったんじゃないこれ。ここで足か、足洗い屋敷。ここで再婚貯めたんだ、彼は。うん、はい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 。じゃああいつ逮捕できるな。でも証拠ないからね。城之内康平ってこれ先生だよね。あれ、いた、こんな先生。いたいたいたでしょ。あ、夜教師と生徒と会ってた人。そうそうそう、しかもなんかあー、いた。そう、なんか昔のこのさ、この人が追ってるやつ、シギマハルエさんのさ、事件がさ、あ、そんな話もしたな、うん、俺は知ってるんだその真実を、みたいな。確かそんな感じじゃなかったかな。歯は痛い、痛、獅子の挫滅による外傷性ショック死。あー、七不思議の若林。そうだよね。うん、若林でやられるとこういう死に方をするのか。でも私やってない、私やってない。やっこちゃんの本当にやったの？やってないです。本当のこと言いなさい。だ、何歳ぐらいの人に話してんだよお前。まあ、用務員さん、あいつ、足宮のおっちゃん、ねじねじ、うん、この人はそうだね。そうね。別の呪い。ミオちゃんか。俺意外とこの人のこの顔結構好きなの。ムーのやつ。そうそう、ムーの顔、ムーの顔。もうちょい話すか。割と行われた。まだ遺体が発見されてない。日が出てる間、時速は、ああ、そうなんだ。お、いいね。じゃあ昼間は行動しようにもできないから、ねじまもその点で行動できないってことか。あ、それで12時間か。そうだね。ん、昼の間は呪詛玉が使えないって分かってるってことは、少なくとも前日の昼には持ってたってことっていうことかな、になるよな。まあ、それか夜に手に入れて持ってる、かしり主はもうほらこの人みたいに分かるってことじゃない、使えないっていうのは。それはさ、それはさ、昼間、日が明けてからさ、うん、確認しないと分からないことでもあるよね。まあ実際はそうか。うん、まあ、だからひょっとしたら もっと前から持ってたやつはいるかもな。で、あの警官の人みたいにやられちゃったとか。うん、貸主の件、ボスを含んで4人だけです。うん、回収しましたね。ねじまくんが持ってると。
あとはやっこちゃんだね。やっこちゃんが、バカ林を持ってる。やっこちゃんバカ林持ってます、うん、判明しますね。あ、そう、あと春江さんが送り標識だ。さあ、津軽太鼓と俺は置いてきぼりが一番気になる。誰が持っとるか。の誰が持ってんだろうね。誰が持っとる。あれかの、あのメーカーの秘書っぽい人。え、取られないだろう。わ、まあ、可能性としてはあるか。オッケー、ボス。こっちの踏み出しの西安からあいつのこと確認してきました。自殺の白石道夫とか吉本についてですが、この子の自殺の原因、自殺、この子を生き返らせるために確かやっこちゃんは頑張ってんだったっけな。なんかそんなだっけ。真相を確かめるためにだ。遺体が倒れて一夜、車道や離れた建物の真下だったことや、転落死だと判断された。猛スピードで走り、キャブオーバー型の車が車道に飛び出た人を跳ね出した場合など、状況によっては交通事故でも同様の損傷を被ることはあり得るという結論でした。自殺では、自殺と断定することはできないということだな。まあ、引かれた可能性もある。穏やかじゃねえな。穏やかじゃないですね。ひき逃げね。この時代の警察でもひき逃げって結構検挙率下がったのかな。今ってほぼ検挙できるって言われてるじゃん。そうなの。いやだって防犯カメラとかさ、対向車のドライブレコーダーとか目撃証言とかさ、現場に飛び散ったさ車の破片とかさ、うん、すぐ見つかるのか。ひき逃げは逃げ切れる確率もうすげえ少ねえぞ。そうなるよな。捜索を頼んでいたようだが、あんまり捜査してくれなかったんだ。言うて自殺でしょって思われたのかな。またでしょうね。そんなことするかね。そのひき逃げ犯は確実に警察内部の人間な感じするけどね。なんかそういう匂いはするよね。そうそう、その警官の口だけ塞ごうとしちゃってって感じだよな。もっと確信に迫る何かに触れたかも可能性があるな。そっちを大元を塞ぐためにってこと。話変わっちゃう。ナイス。ご実家ね。もうちょっと聞こうか。奥田ひとみって夜中に先生といたって言われてるヤンキーの人だよね。そうそうそう、元ヤンっぽい顔してるやつ、スケバンみたいなね。夏い。なぜ一緒にいたかの時点でかなり怪しいよな。そこね。先生と二人きりだからな。1ヶ月ほど帰ってない。なるほどね。臨時休校でしょうね、それはね。やっこちゃんに頑張ってもらうしかねえな、ここは多分。まだ聞け。婚約者いたね。長沢さん、長沢真由さん。あ、なんか、実績解除したよ、五条さん。真夜中にゲームをプレイするっていう。ちょっと怖い、怖い。今ね、0時です。0時ちょうどです。なんか、出んのかな？霊障みたいな。婚約者は、
連絡が取れてない。ほら来た。おお、結構パンクな感じだな。なるほどね。いろいろ出てくんな。まさか俺夜が明けると思ってなかったわ。俺思ってなかった。なんかあの夜の話だと思ってた、ね、全部は。10年以上連れ添ってる相手。そうな。なるほどね。さあ、ねじまくん。そりゃそうだろう。本人も多分絶対見つからねえって思ってるからこそ電話してきてるわけだしな。そうだよね。退去済み。用務員さんとして今学校に潜伏してると考えると都合がいいよな。しかも今日臨時休校だし。ああ、そういうことか。警察は来ねえよな。そんなとこに来ねえよな、警察は。行かないね。工場での軽作業。仕事についていた。1ヶ月ほど辞めていた。さあ、そのやっぱ用務員でもあり得る。でもその足取りを追えば分かると思うけどね。足つかねえか。でもほら、名前とか全部変えてるからさ。うわぁ。ザル。ザルだね。まあこういうことするのも基本的には人であり、その人が形をな組織だからな。誰かが手抜いちゃえば手抜いちゃうよね。そうなるね。お粗末だな。刑務所の空きがない。そんなことあるの。仮出獄させたはいいけど、それのあと面倒を見るやつも少ねえってことか。うわぁ。あ、結構もう本当にやばいやつなんだ。大変だね。ますますやっこちゃんとちょっと合流してほしい感じあるな。ね。致命的な手続きを進めている。間に合えねえな。ボス。娘さん？あ、連絡取れないの。やばいじゃないですか。すごく嫌そうに、あ、俺この顔面白くて好き。そんなに簡単じゃないと思うんだよな。バカ林じゃあるまいし。ね。バカ林が簡単すぎるってのもあるか。まあ、あれはその分ね、30秒聞かせなきゃいけないっていうのはあるけど、ね、強制的に町内放送でさ、ワーワーワーって流せばいいわけでしょ。やっこちゃんマジで大量殺人。ジャイアンの歌を町内放送で流したら、なんか死人が出るのと同じ理論じゃないの。防衛よくドラえもんであるじゃん、耳を塞いでても声が貫通してくるみたいな。ボエーホゲーの歌うわけでしょ。やっこちゃんジャイアン説。そうするとね、バカ林強いよな。片鼻足はどれぐらいの強さなんだ。そう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 、そうなんだ。やたら具体的で物騒なんだよ、これだけ。そこが気になるんだよな、俺。やっぱ呪いの中でも強さの序列があるんだろうね。あるだろうね。よし。俺の中で一番怖いのはこのエリオくんが最後に裏切ってくるパターンね。まあエリオくんねじまじゃないと思うけど、後ろから刺してくるパティーンはちょっと警戒しといた方がいいだろうな。あったら本気で怖いんだけど。
いつから僕のこと味方だと思ってたの？前も話したよ、その実況で。こせっかく太陽に吠えろみたいな BGM 流れてんだからやめて。いや、俺は信じてる、お前のこと。よし、場所移動するか。ちょっとおバカそうな顔してるとこも信じてる。あ、場所移動だ。おお。めっちゃ追加するじゃん。ね。ヤコちゃんみたいな。ヤコちゃんみたい。ヤコちゃんみたい。一回集団しますよ。うん、ただいま0時6分です。やだ、怖い。怖いねー。奥田ちゃんって。奥田ちゃんって。みおちゃんのこと？うん。違うじゃん。違うじゃん。うん、てか、みおちゃん生きてたんだね。ね、よかった。うん、おー、もう夜が明けたよ。でも今日休校でしょ？でもバカ林実行した形跡あるよね。ん？そうだっけ？だって先生なんかバカ林で死んだみたいになってたじゃん。あー、いや、バカ林によって死んだかわからない。だって使ってないもんだって、ヤコちゃん。正確には使おうとしたけど、やめた描写はあったけどな。でもこの世界線では使ってないよ、どっちにしろ。あ、そうか、家帰ってるもんね、すぐに。そう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 。あれ？やこちゃん、おーい。あ、起きた。え？どうしたん？こっくりさんです。こっくりさんです。こっくりさん、こっくりこっくり。やっこです。指ありがとう、大丈夫だった？生きてる、よかった。呪霊を払って貸し人がつけないことができなかったけど、どうにか逃げ切った。だからあの場には、バカ林ともう一人いたんだよ。状況証拠的に、それが奥田瞳である可能性は非常に高いな。で、奥田瞳が、先生を殺したか、もしくは、まあ、虹間扮する用務員のおっちゃんが、片鼻足の力を使って先生を殺したか、どっちかだな。ねじま説はちょっと現実味あるね。現実味あるな。まあ、その意味でも奥田ひとみに話を聞きたいな。ごめんね、巻き込んで。すごく眠くていつ寝たかよく覚えてないよ。うん、やっぱ貸印になると体力消耗も激しいかもしれんな。そういうもんか。うん。一体何者なの？こんなこと言ってみたい。ね。霊感たしなんでさ。そうそう。ちょっと見えるんだよねって言って。黙ってたけどね。絶対音感みたいに市民権得てほしいよね。絶対霊感。ね、おちょっと死がフラットしてるな、みたいな感じで。そのレベルで、あ、そこにいるねみたいな。いや。いや、でもその段階で市民権得られなそうな空気しかしないわ。ね、そう、ね、今の音全部あの音符で聞こえちゃったわみたいな。そ、死がフラットしちゃったねみたいな。ソガフォルテッシモとか言いたいわ。それと同じノリで霊感言いたい。胡蝶山の今肩に座ってるよって言って。なんか居心地良さそうだよって言って。しばらく一緒にいてあげるといいよって言って。いや、マジ市民権無理でしょ、本当に。あの、ここで大変だねって言えるのは、やこちゃんのあれだね。いいとこですね。まあ、この子、霊体の人だよね、確かね。ね。学校という場所は感受性の高い青少年が集まるから、霊障が発生しやすい傾向があって。はい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 。賃上げの補助だけど、修行の一環ってことでバイト代も何もなく。そうね。ヨコちゃん、マジでいい子だな。あ、なるほどね。お仕事ってことね。ミオちゃんの管轄なんだな。学校行こうか。でも休校になってるのまだ知らないのか。ね。
試してみようか。ラーメン屋って言うとるやろ。死者を蘇らせる。代償がね。何か方法があるかもしれない。真実を知れ。ミオちゃん引いちゃダメだよ。ミオちゃん、駄菓子せんのや。あ、ビニモンじゃないっぽいぞ、コショウさん。ちゃんとした自販機っぽい。当たり前やで。駄菓子屋は子供なんかの菓子料を売る店のことだが、大半が個人系の店であるため、その形式は様々で、他にも日用品販売する、いわゆる色づけになっている店舗も珍しくなかった。懐かしいなぁ。コンビニの台頭で徐々に衰退しつつあるのが実態である。いや、駄菓子屋ね、もうない。駄菓子屋見ないからね。もうないよね、今ね。俺らがね、ちっちゃい頃はね、なんかさ、近くのさ、駄菓子屋さんにさ、俺とこちゃん地元一緒だからさ、なんかミニ四駆のコースある駄菓子屋とかあったよな。あー、あったね。覚えてる？あったね。なんかミニ四駆のコースがあってさ、駄菓子屋の前にさ、走らせてさ、懐かしい。駄菓子屋でも、もう結構あったんだよな、小学校の時は。ね。あと近くのイトーヨーカドーにもさ、ミニ四駆のコースあったりしてさ。あった。一大ミニ四駆ブームあったよな。だよ、マジで。あ、懐かしいわ。もう小3ぐらいの時に通ってたもん。ね、行ったよね。うん、いや、楽しかったな。いや、駄菓子屋ね。今じゃね。今じゃね。まあでも今はね、なんか駄菓子屋があるスポットがあるよね、確かね。あ、そうなの。なんかテーマパークみたいな。昔の駄菓子屋を追体験できますよ、みたいなさ。あ、そんなのあんだ、うん。そういうのもあるからさ、まあ行きたくなったらそこ行くのいいんだろうな。なるかな。